さて今回は視聴者諸君からの熱いリクエストにアンサーして、セールドルフの全国区赤澤部長が日本や世界の猛者中学選手を相手に、一体どこまで戦えるのかをシミュレーションしていくぞ。ただし忖度は振りません。赤澤部長の戦闘スペック。赤澤部長は全国区のシングルス選手でな。10年に1人の逸材集いし昨年の関東地区を、個人戦もしくは新人戦で勝ち抜いた説が濃厚だ。日本は中学テニス界も関東一極化がえげつないので、本当に勝ち抜いたなら相当ですよね。東京だけでも手塚くんや跡部様と同格レベルですし、名将だけならば藤くんや仙国くんよりも上ということになります。まあ個人戦に関しては存在すらも不明瞭なので何とも言えないがな。ちなみに秋には新人戦があるらしいので、それで全国まで勝ち進んだ説はありますね。あと同じ全国レベルのゴールデンペアは昨年の全国で1勝挙げるのがやっとだったらしいので、正直全国レベルと言われてもな、という雰囲気なのは否めないだろう。ちなみにそのゴールデンペアはと大会にて不慣れなダブルスで撃破してます。いずれにせよアンダーセブンティーン合宿に参加できてない時点で何かとお察しなテイストになってはしまうのだが。ちなみに関東ジュニア選抜合宿にも参加できていません。故に今回はできる限りの忖度を行い、模擬戦闘を繰り広げていくぞ。ではそんな赤澤部長の得意技を見ていきましょう。一つ目の得意技は赤澤マジック。これはブレ玉という悪癖で相手の集中力を低下させ、その結果スタミナを従来以上に消費させることで相手の戦闘力を機能停止に追い込む技なのだが、相手が動体視力のガチ勢じゃないとブレ具合を認識させることすらできず、スイートスポットを若干外した平凡なバックハンドストロークになるぞ。ちなみに関東大会で夜間吉が真田くんに繰り出したブレ玉は、なんと一般人にも認識されるほどにボールがブレていましたが、真田くんには特に効いていませんでしたね。てかページめくったら処理されてました。また巷ではデストラクションを無効化できるとされているが、ビスマルク兄貴がジューク先輩に放ったのは無回転のスウェイボールであってブレ玉ではないので、残念ながらスーパースイートスポットをごまかすことはできないぞ。ビスマルク兄貴のあれはあくまで揺れてるボールですからね。またビスマルク兄貴は種ヶ島先輩を相手にブレ玉のキックサーブで得点を決めていたが、悪癖と技では雲泥の差があるので、これは強さを示す基準にはなり得ないぞ。まずは合宿に呼ばれるところから始めましょう。二つ目の得意技は大声無限リセット。これは戦闘中に突如大声を発して、乱れた精神をリセットさせる技だが、対戦相手にはさして影響はないぞ。藤くんらも涼しい顔をしていましたね。また大声と同時に発せられる熱波と地球温暖化の相性が抜群とされていたが、東京の夏はほっといてもバチクソ暑いので関係ないぞ。でも一応精神干渉系は突破できます。最後の得意技はテンイム法のごときオーラだが、これは踏む経路下でしか見られない専用技ゆえに、女性視聴者がほぼ外務で踏み越しが作れないこの現場では残念ながら発動は不可能だ。そもそもテンイム法なのかも不明ですしね。バトルシミュレーション。では手はず通りに模擬戦闘を始めていくぞ。まずは立花吉平くんとの対マンです。まあと大会ですれ違っただけで臆していたので厳しいだろう。ブレ玉も特に意味はないだろうし、大声も猛獣に破壊されるのは明白。おそらくは暴れ獅子の猛攻に耐えきれず、圧倒的な差をつけられて敗北するだろう。では続いて千歳千里くんとの対マンです。千歳くんは同じく九州によくと呼ばれている立花くんと同格の戦闘力を有しているのでまず勝てない。あと右目の視力が怪しいゆえにブレ玉も効かないだろうし。まあそれでも赤澤部長は全国区なので神隠しや無我の境地に対応できる可能性が多少あるが、何にせよ再起間髪の極みで絶対予告されて終わるだろう。では藤修介くんはどうでしょうか？ああ見えて藤くんは関東レベルらしいので意外と正気はありそうな気もするのだが、それ言ってたの関西の人なのでぶっちゃけあんま当てにはならんしな。関西人さんはおべんちゃらが達者ですからね。あとブレ玉は時間止めてれば大丈夫だ。いくらブレ用が時を止めればただの止まってる球体ですからね。万が一なんか目に悪そうだなって感じたら瞳を閉じて本能で戦えばいいだけだしな。では続いて白石蔵之介くんとの対マンですが、白石くんは全国区とは呼ばれていないので勝てる確率は微粒子レベルで存在するかもだが、白石くんはアンダーセブンティーン選抜合宿に呼ばれており、日本代表メンバーにも選ばれているのに対し、対する赤澤部長はというと、赤澤部長は関東ジュニアもアンダーセブンティーンも参加できてませんからね。故におそらくはパワー極み白石くんに弾かれて終わりだろうよ。さてお次は阿久津仁くんとの対マンですが、まず基礎戦闘力の差がエグすぎるので、まともな戦闘が成立するとは思えないな。
今の阿久津くんはほぼ超高校級ですからね。もちろん打球どころか本人がブレを超えてフエルム持つ式は止められないだろうし、最悪デストラクションで滅ぼされるだけだろう。では真田源一郎くんとの対マンはどうでしょうか。風林火山で積むんじゃないかね。まあそうなりますよね。特に意味のない大声無限リセットも真田くんの国家斉唱に書き消されるしな。さてお次はいよいよ後部様との模擬戦闘です。玉座を力で奪い取る大チャンスですよ。後部様は弱点や強さを見抜くインサイトがすごいだけで動体視力に関しては作中でも確かノータッチ。故に得意のブレ玉は効かないし、赤沢マジックの効果も発動しない。たとえ万が一発動したとしても、気合で突破できるだろう。後部様は理論的な気合だけで五感剥奪や天威無法の極みを突破できますからね。故に氷の世界を張っていれば勝てる。なんなら得意技を使わなくても余裕だろう。では雪村誠一くんとの対マンはどうでしょうか。挨拶で五感を奪われて終わるだろうな。そこは大声無限リセットで突破しますよ。じゃあ普通に打ち合ってしばくぞ。それができるから雪村くんは強いんですよね。まあ打球がブレたとて刺して脅威ではないし、そもそも一般人が目視できないレベルだからな。では国内最後の相手としてスーパールーキーたちとの対マンなんですが、まとめて無理だろうな。勝ち筋なんてほぼないぞ。まあ確かに金ちゃんは無理そうですが、ヨマ吉は動体視力がかなり高いので赤沢マジックの格好の餌食になりますよ。たとえ何を仕掛けられようが負けないぞ。なぜなら補正能力持ちの主人公だからな。ではここからは海外で会う旅号。まずはドイツのジークフリートくんです。天威無法に滅されて終わるだろう。浄化のオーラならば大声無限リセットでなんかいい感じにごまかせませんかね。たとえ天威無法を突破できたとて、基礎戦闘力の差が露見するだけだろう。お次はドイツの国光手塚氏です。勝ち筋が1ミリもないな。下手すりゃ1点も取れないぞ。まあラケットで触れられた瞬間に全攻撃をアウトにされますしね。たとえ赤沢マジックが効いたとしても、天威無法の起動効果で浄化できるしな。大声無限リセットも効かなそうですよね。なんなら死後は慎めって怒られるぞ。では続いてスペインのロミフェル様です。赤沢部長はマテリアリサールで誰が出てくるのか全くわからんくらいには情報がなさすぎるゆえに、VS マテリアリサール戦士というステージ自体は設定上の都合によりスルーできるだろうが、やはり基礎戦闘力が雲泥の差すぎるのでな。おそらくは普通にテニスして普通に大敗するぞ。ではお次もスペインからセダ君が出陣です。初手の集団催眠で操られて終わるだろうな。大声無限リセットで突破できませんか。まあ仮に催眠状態から復帰できたとて、やはり基礎戦闘力の差が大きすぎるからな。ブレ玉もセダ君の初見技即時対応能力で特に意味を持たぬままコピーされるだろうよ。ってことで最後はスペインのヨーガ兄貴です。中学選手日本代表全員が束になっても叶いません。どう忖度しても厳しいだろうな。今回全然忖度してませんけどね。ブレ玉ならあるいはという希望も虚しく、テニスを丸ごと奪われて終わるだろうよ。今回の赤沢部長は声が大きいだけの爽やかカレー大好き兄貴でしたね。本日もご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価を押していただけると幸いです。あとよければ Twitter、Insta、Twitch もチェックしていただければと思います。動画のリクエストは Twitter の DM でのみ受付中です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。